あと佐々木朗希完全試合観戦。俺これね、純ちゃんのツイート見た時に、はい、持ってるなって思って。だってそんな試合観戦してないでしょ。今年初めてですね。でしょ。ロッテに関しては俺2年ぶりぐらいじゃないですかね。それであんな歴史に残る試合を見れるってなかなかなくないですか。すごかった。なんかもうちょっと一人だけ次元が違ったわ。これってなんか、うん、もうこれ僕予告しときますわ。何？特別な試合じゃなくなると思う。これこの日が。え、完全試合っていうのが特別じゃなくなるってこと？佐々木朗希またやると思います。これ打てないもんだってあんな球。これ多分やりますよ。現地で見てたらそう思うんや。うん、もう大人と子供みたいなレベルでした正直。もう相手がオリックスだったんです。オリックスも別にね、ちょっとコロナとかもあってベストオーダーじゃなかったけど。ああ確かに。いやでもちょっと次元が違った。世界一のレベル。と思います。これ近々またやると思う。佐々木朗希に関しては。それで言ったらモコウ君も持ってるよね。ずーっと俺たちがうわーって、いやすごいって言ってる中、モコウはおもんない。マジで。おもんねえ試合みたいな。超つまんなそうだった。試合後の写真白目むいてる。なんかしかも俺たち盗撮されてたらしくて、で俺たちが和気あいあいと帰ってる中、モコウだけ下向いてる。ちゃんとテンション低かったもん。それでか。俺そう、一昨日さ、はい、モコウくんが自分のラジオのレギュラーにね、ゲストに来てくれたのよ。うんうん、でまあ開口一番やっぱね、歴史に残る試合だと思ったから、はいはいはい、いや佐々木朗希の試合めっちゃすごないって言ったら、はい、すよねやられた側だから、ね、そうテンション低いな。やられた側だから多分。ほんまにマジでほんまにオリックス好きなんやね。めっちゃ好きっすね。でしかも最後のバッターが一番押してる人、あ、モコがね、モコが押してる、うん、30歳ぐらいのバッター、すごいバッターがいるんですけど、ちょっと今年調子悪くて出てなくて、代打で出てきて3球三振してて、なんかってやってましたちゃんと普通に球場2万5000人ぐらいいたんだけど、うん、だから2万4999人は佐々木朗希頑張れパーフェクトしろって言ってたから、モコはちゃんとヒット打てちゃんとヒット打てって願ってましたね。いいなぁ、ファンの鏡ですね。ファンの鏡、ガチっすね、はい。